On Shaft's new Volcanus driver shaft. The Volcanus Shaft is a great lightweight graphite shaft. Anyone that tries the shaft will increase their smash factor because it'll increase their ball speed. プレゼンテーションステージ開催いたします。ステージ進行は私、渡辺淳子です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは、やはりこの方に来ていただかないとね、ステージに花がないと言いますか、盛り上がりかかりと言いますか、お越しいただきたいと思います。皆様、大きな拍手でお迎えください。クラブコーディネートの金畑よ成さんです。金畑さんよろしくお願いしまーす。す <laughs> 日本シャフトの YouTube チャンネルといえば、金畑さんだと思います。はい そして背中にドドンとね大きなこのバルカネス強そうな名前ですよね,すよねこっちの方が目立つんじゃないですかやっぱ。史上自分史上最高の飛距離へ、はい、いやこれはまさにドライバーといったことでいいんですよねえとドライバーですねであのーうん、僕いっぱいシャフト打つじゃないですかもちろんですでこういうキャッチが出てるものって結構あるんですけど本当かなっていうのが <laughs> 少しこう斜めから見ると言って最初に打つんですけど。<laughs> このバルカヌスに関してはすごく驚いたことがいっぱいありましたその驚いたことをこの後ね、はい、せっかくあの開発の方にもね登壇いただきたいと思いますのでカノマタさんから根掘り葉掘り聞いていただきたいと思います、はい、さあそれでは早速ですねご登場いただきましょう日本シャフト株式会社駒金工場開発課大幡さんですどうぞお越しくださいよろしくお願いしますはい。今年三年ぶりとなるカーボンシャフト新商品のバルカヌス これのですね設計に携わられたというふうに私は伺っていますがあそすあの私があの設計担当者としてあのこちらのシャフトを、はい、作りましたすごいね <laughs> なんかごめんなさんあの若いこんなに若い方がって思っちゃいました、ね、私第一です, <laughs> すみませんね、あのー、まず今ここに書いてあるの自分史上最高の飛距離へって、はい、これしか書いてないんですけど <laughs>、あのー、日本シャフトのホームページみたいに した方は見たことがあるかもしれないんですが、まず自分のヘッドは変えずに、はいはいはい。今使っているクラブで、うん、で自分も変えずに、スイングフォームとか変えなくていいといことですね。変えずにシャフトを変えるだけで、うん、自分史上最高の飛びになるっていうふうに書いてあるんですよ。本当ですか？あの <laughs> その通りですね。<laughs> で。 そこっていうのはできたらすごく本当にいいことだと思うんですけど、はい、まずなんでそれを作ろうと思ったのかっていうところから聞きたいんですけどあのやっぱヘッドスピードの遅い方っていうの,の悩みっていうのが、はい、やっぱ飛距離が欲しいっていう方がやっぱ多くて、はい、速い人ってあ,あ,のある程度こう飛距離は出せるですけどただまあちょっと曲がりを抑えたいとか、うん、そういった方がやっぱ多いんですけどやっぱ遅い方っていうのはどうしてももともと まあ飛距離があのちょっと飛ばないっていう方が結構、うん、あの多かったので、まあ、そこからアプローチしたっていう感じです、ね、でも、例えば今までもヘッドスピードが上がりますよとかボール初速上がりますよとかっていうシャフトっていっぱいあったじゃないですかは、うん、はい、はいでもヘッドも変えず何も変えずにいくよっていうのってかなりハードル高いと思うんですよでまず飛ばすための3要素って言ったら、うん、まずは、まあ、初速ですよね、はい で、打ち出し、スピン量をこの3つがどうやって整えるのかっていうのをシャフトだけでね。はい、すごくそこが興味があるんですけどまず、どこからそういうのが始まっていったんですかまず、飛ばすにあたっては、はい、あの打ち出し角あとスピン量、はい、まあこの辺りがあの適正な値になるっていうのがまず大前提になるんですけども、はい、そこが適正になっていない方っていうのが多くてやっぱ飛距離が出てない。 でも、そんなの適正になってないっていうのはかかってるじゃないですか、うん、そうですよだってアアマチュアですからねえだって、うん、誰も今、ここで話聞いてくれてる方だってうん、うん、適正にならないように打とうと思って打ってるわけじゃないじゃゃなないいですかそ,それを目指して打って <laughs> あいますけど結果はっていうとこですよね、うん、自分ではここですごくいい感じでインパクトをこようとしているのに結果としてこうなっちゃってるわけだからわざわざ自分でこうしてるわけじゃないんですよ。そうです、ね <laughs> まあ結果的にあのやりたくてもできないっていう方が多分多いとは思うんですけども、はい、要はそれをシャフトで再現しようっていうふうにすごいこと言ったじゃあじゃあ、うん、自分がこうやって打ちたいのにこうなったとしてもシャフトがなんとかしてあげたらいいんじゃないかって始まったのがこのバルカン、はい、あそうです、はい、僕最初に打った時に驚いたのが本当にフェースが まっすぐにちょうどねこういう形で当たってくる感覚っていうのがすごい強かったんですよそれは正解正解ですあやっぱそうなんだそれはやっぱり日本シャフトさんって白ダもいっぱいやってるじゃないですか、はい、それを見てそう要はインパクトでこうなる方が多いなっていう前提からも始まってるんですかそそううでですねややっぱそういっっぱぱいたところでやっぱあの いろんな方のスイングを見てきてるので、はい、やっぱそういったのも大きいですね。あの僕、いろんなところでお話をしてて、球を飛ばす時に絶対条件がありますって言うんですよ。うん、何でしょうか？まっすぐスクエアにインパクトすることなんですよ。いやそれがしたいんですけど、<laughs> なかなかできない。開いちゃう。だから、うん、よく完成もヘッドのね。完成モーメントが大きくて曲がらないですよ。とか、あとすごく初速出ますよっていうのもまっすぐに当たった時のことなんですよね。 だから僕は今までスクエアに当てることが大事なのでスクエアに当てられるヘッドを探してくださいって言ってきたんですよ。まずはここなんですね、うん、ヘッドから要は自分の感覚と同じ感覚でここでまっすぐになるヘッドを見つけましょうねって言ってたんですでもこのバルカヌスだったら今使ってるヘッドでこうなっている人でもこうできるっていうことですよね <laughs> そ,うですそういう動きにしてくれるってことですか ねどういうことどになってきます。どんな秘密があるんですかこの中に。まあ基本シャフトの設計ってではあの曲げ剛性ですとか。曲げ剛性っていうのはこういう曲がり方ですよね。はい。あとあのねじり剛性で、ある一般的にトルクって言われますけど。こっち側ですね。はい。こういうあの動きをまあどうやって組み合わせるかっていう設計をよくするんですけども、あの当初はそれで。 これも設計スタートしたんですけども、はい、やっぱそれだけだとあのどうしてもそのうまくその動きに合わせられない,っい。っていうのは今まで通りの感じでやっていると、はい、やっぱりこうやってなる人はこううなったたままんま当たりやすいそうですいそでねどうしてもやっぱ軽量のヘッドスピード的に軽量のシャフトになってくるんで、はい、やっぱ強度とかもいろいろ保たないといけないので、はい、やっぱその2つだけだと結構、設計にやっぱ限界があって。うん でまあ、そこで取り入れたのがあの、まあ、潰れっていう考え方なんですけども、うん、あの誤解がないように話をするとシャフトがしなるときって当然こっち側伸びてこっち側潰れるっていうそういう潰れの印象でいいですよね、はいすはい、必ずそれが潰れて戻る逆にその潰れて戻る力がないとボールも捕まらないので。 それが全くなくなると、うん、もう本当に球がつかまらないシャフトになってしまいますよね。それをこのシャフト、まあ、全長にわたってこう部分的にこう潰れやすくしたりとか潰れにくくしたりとかっていうのを取り入れて、うん、それでようやく今の形になったとっいう形ですね。えでこれ、あのー、誤解がないように言います全員に合うシャフトでではないです。 僕の目線から言う、はい、じゃあどういう人に合うかっていうとよく言う自分ヘッドスピードの割に球が上に上がっちゃって飛ばない人とかあと体大きくてビュンビュン,ビュン振れるのになんか勢いはあるんだけど行ってみると球が全く飛んでないなとかっていう人そういう人って結構いっぱいいると思うんですけどそう,す、ね、そういう人にはめちゃめちゃ効果的なシャフトです。えー、それれは男女飛ばずだかからももめっちゃいいかもしれないしな <laughs> そう私ね、あのー、それこそ結構今、レジオフォーミュラー B 使ってるんですけど、はい、なんかやっぱりね、開いちゃうし、もっと楽しく簡単にスコアにつながるようなものがないかなと思っていたら、<laughs> バルカナスが出るって聞いたんで、はい、めちゃくちゃ差したいんですよ、今。で、あのー、補足的に言うと、もし違ってたら違うって言ってね、わかりました、あのー、ゴルフのクラブって、まあ、当たり前の話で、重心がシャフトよりも後ろにありますよね、変重心になって。さっっきも言った通り 誰一人としてフェースをこうやって当てようと思って打ってる人は誰もいないんですよ。自分ではまっすぐに当てようと思って振ってるんだけれども結果として開いて当たっちゃってるんですよ。結果として開いて当たってしまっていることが自分で分かってないんですよ。自分で分でかかってないからススライスしたり 自分のヘッドドスピードよりりも飛ばなくなくったりしてるんですね分かってたら自分で直せるんで僕ドライバーのヘッドスピード大体40から412かなぐらいでだいたい計測値で240は絶対超えていくんですねそれは何でかっていうとまあたいヘッドスピードの6倍から6.5倍ぐらいまで条件が揃うと距離って出せることになるんですですから今話聞いてもらっていて ヘッドスピードが40で240いってない人42で250いってない人はかなり無理、インパクトが、まあ、効率が悪いと思っていいですよね。でそういう方がこれをシャフトを入れて打った時にどういう現象になるかっていうと自分の振っている感覚だとテイクバックをして切り返した時にはすごく手元側と先がギュッてこう力を貯めるみたいに遅れてくれます。 これがしなるっていう表現がいいか遅れるっていう表現がいいかそれは人によって感覚は違うと思うんですけどで遅れたものがハーフウェイダウンを過ぎたあここ,からです、ね、ここから次のコマでヘッドがこっちを向いているヘッドがぎゅーってロフトが立つ方向にこうやってシャフトが導いてくれる感じになります。なので自分が最初に打った印象は 球が自分が打っている普段打っている球の高さよりも低くて強い弾道でボールの初速がちょもともと僕はどちらかというと閉じて当てるので余計そういう現象になったんですけどもともとさっき言ったみたいに開いて当たって球が上に上がってしまっている人だと球の高さがぎゅって収まって。 少しロフトがインパクトロフトが立った当たってくるので結果としてここになるんだろうなと <laughs> 合ってますかその通りです <laughs> <laughs> 全部言葉にしてくれて我々もねイメージがしやすかったです、うん、なんとなく伝わってきましたかね、うん、シャフトの動き方、うん、でそれをやった時に大畑君に聞きたいのがそういうシャフトって分かりますかね あのすごくうなずいてもらってるんでちょっとあのシャフトをワックルしてほしいんですけど、はい、これが一番重たいやつなので意外とヘッドを感じやすいじゃないですかでこういう例えば今もすごくワンフレックスの柔らかくいっぱいしなるシャフトとかあるんですけれどもそういうのってタイミング取りにくくなったりするんですよでもう一個はこれ シャフトがここでいっぱいしなった時にまっすぐにしなってくれればいいんですけどさっきも言った通りドライバーのヘッドって重心が後ろにありますよねなのでこっち方向にこういう方向に落ちてしやすくなっちゃうんですそうするとそのまんま落ち着くのが嫌なので次の反応でうりゃってやりたくなっちゃうなるでしょう <laughs> <laughs> 激しくしくく同意てれたでそれって人の反応なんですよだからここでしなりすぎて気持ち悪っと思ったりこっち行ったと思うと次に直すのでそういう現象が起こるとシャフトの効果って出てこないんですねそういう違和感が一切感じないのそこはあのさっきのつぶれですとかねじりあの曲げ合つを うううまくく組み合わせてようやくここにたたどり着いたといと感じですね<ー>、うん、だから阿部隼ねびっくりしたのが、うん、これ3種類ですよね重さねあ,あそうです実はねボールスピードがはい全部一緒だったえっ <laughs> 重さが違くてもなぜそこが揃うんですか <laughs> えそれがシャフトの性能みたいなものの <laughs> やっぱそれぞれやっぱがちゃんとシャフトが仕事をしてくれてるので、うん、それがやっぱ 全部同じ結果にななっっててるのかなって思います、ね、結構、球が強くなって低めになるって言ってたと思うんですけど、うん、やっぱ飛ばない方ってやっぱあの打ち出し高くてスライスが、はい、多いので、やっぱそれをある程度適正値に持っていこうとすると、やっぱある程度ちょっと低めにはなるので、うん、それが結果として多分ちゃんと出てるっていうことになると思います。うん、あす。誤解してほしくないのが、はい、低くなって左にいっちゃってどうしようもないっていうことは全く起こらないんですよ。あくまでも インパクトでロフトが立ってる状態って言ったらいいのかな立ってスクエアに当たってその現象になってる感じだからもうこれね本当に結構多いので僕よくしゃべるんですけどこうなりやすいまあゴルフのクラブって何もしないでこうやって振ってるとこっちが向くので重心に引っ張られてこう向くので自分ではその結果としてまっすぐ振ってまっすぐ当ててるつもりなのにこうなってしまうよ だから逆に言ったら感覚のまままっすぐ振ってあげてたらまっすぐになるってことだよね、このシャフト入れたらね。ねはい、とにかくスピードの割にドライバーの距離の飛んでないっていう周りからバカにされてる方 <laughs> なんだお前、意外と飛ばないなって。もっ,といけるだろうって言われてる方あとは自分の中でよし、会心きたと思って行ってみたら意外とキャリーだけど終わって。<laughs> あの手前の方からゴロ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 転がってドる泥系の人に抜かれちゃってる方がっくり、うん、あとは、どうしてもスイングのテンポが自分でワンピースでポンポン、ポポンポン振れなくってすごく力んでしまってフィニッシュまで振り切れない人とかは意外とこのシャフトってリズムが取りやすいんですごくいいテンポで振っていけるのでそういう方でもいけると思いますとにかく飛距離に対して不安を持ってる方はぜひ試してほしいシャフトです、うん、ありがとうございます。